では最後の吹き矢対決は順位の低い人から打っていきます。なので現在第4位忍者虎徹からです。はい、風船はまず20センチです。さあでは挑戦していただきましょう。どうぞ。あれ、もう吹いたの今。もう今吹いた。なんで割れたの今。静電気。あれ、矢はここにありますね。まだ吹いてないのに風船が割れてしまいましたね。はい、いいですね。ちょっとあのハプニングが起こりましたね。よく実演唱でもこういったハプニングがあるんですが。さあでは気を取り直してまいりましょう。まだ吹いてません。まだ吹いてないんですが、風船が割れてしまいました。すごくいいタイミング。終戦会みたいなことが起こった。ラッキー賞ないんで、ラッキー賞はないです。はい。さあではお待たせいたしました。はい。気を取り直してまいります。さあこれ割ることできますと5ポイント獲得です。お見事です。5ポイント獲得。現在13ポイント同率1位です。さあ次はくのいちかりんの挑戦です。かりんさん、最も得意としている吹き矢術ですが、自信のほどは。頑張ろうと思います。はい、逆転できる位置につけてますからね、頑張ってください。さあではお願いします。一発勝負です。集中力を高めてください。お見事、5ポイント獲得、14ポイントで現在トップとなりました。くのいちかりんです。さあ続きまして、くのいちみおの挑戦です。20センチ、これはもう余裕でしょ。いや、もう喋らない。あ、失礼しました。では集中してますので、少し黙ってます。ではよろしくお願いします。お願いします。どうぞ。はい、では集中してましたね。はい、ちょっといつものカモさんのペースに巻き込まれてたら心配するよね。ちょっと集中しました。はい、ということで皆さん現在1位です。5ポイント獲得で17ポイントとなっております。さあではくのいち香里の登場です。このままくのいち香里が逃げ切るのか、それとも、さあ今の心境一言お聞かせください。私からね、風が出てきてすごく揺れてるんですよ。どうなるかな。そうなんですよ、浮き輪対決になって少し風が吹いてきまして、風船がゆーらゆーら揺れてるんですね。これが勝負の行方を左右するのか。それではお願いいたします。どうぞ。順位の方は変わらず、くのいち香里が現在18ポイントで1位、くのいちみおが17ポイントで2位、くのいちかりんが14ポイントで3位、忍者虎徹が13ポイントで4位となっております。さあ次は風船の大きさが小さくなります。10センチかな。
多分10センチ。さあ、では吹き矢対決第2戦、風船の大きさが10センチとなりました。ご覧ください、先ほどよりかなり小さくなってます。さあ、これをうまく割ることできましたら10ポイント獲得です。それでは忍者小鉄です、どうぞ。かなり集中力を高めないとうまく割ることはできないかもしれません。お見事、お見事です。10センチの風船を割ることができました。かなり喜んでます、かなり喜んでます。こんな小鉄の姿はめったに見れません。皆さん、これが大忍者運動会でございます。少年の時の心を思い出し、小鉄は喜んで踊っておりました。さあ、10ポイント獲得、23ポイントとなりました。次は、くのいち、かりんです。さあ、それでは少し風が吹いてますので、風との読み合い対決にもなってします。よろしくお願いいたします。どうぞ。お見事です。すごい、ギリギリだったでしょうか、ギリギリだったでしょうか。はい、見事割ることができました。さあ、現在トップに躍り出ました。24ポイントでくのいちかりんがトップです。しかし、この後先輩忍者が意地を見せるのでしょうか。くのいちみお、くのいちかおりの登場です。面白くなってまいりました。さあ、みおさん、まだまだ余裕でしょ。静かにしておきます。それではよろしくお願いします。どうぞ。風との読み合い対決になってます。さすがくのいちみお、ここは落ち着いております。風が止むのを待ってます。果たしてうまく割ることができるのか。お見事です。風との勝負になりましたが、みおさんいかがでしたか。かなり風が吹いてましたね。はい、もうそれはやっぱり長年の経験で今だっていうところで吹きました。さすが、落ち着いてますね。くのいちみおさん10ポイント獲得です。かなり風船が小さくなりましたが、どうですか、割る自信はありますか。小さいし、形、長細いし、もう見てみないと分かんないですね。さあ、飛び道具は本当にどうなるか分からない、ハラハラドキドキの展開が。ではよろしくお願いします。どうぞ。では、
にインタビューしてみます。香織さん外してしまいましたね。そうですね、